来月開かれるボートの競技大会を前に、神戸市中央区のハット神戸でボートの体験教室が開かれました。この教室は来月29日に開かれるボートの競技大会ハット神戸レガッタを PR し、競技を普及しようと有志らで作る実行委員会が開きました。参加者はまず陸上でオールの漕ぎ方を学んだ後、実際にボートに乗り込みました。最初は苦戦していたものの、徐々に漕ぎ方にも慣れ、青空の下、自然の景色や潮風を楽しんでいました。ボートを漕ぐのが、上手になる、なりました。運動神経がいいから、なんか上手ですねって言われました。魚が出てきた時もあったので、競争とかもできたので良かったです。景色が良かったですね。このボート教室は10年前から開かれている恒例行事で、今年はあと2回開かれる予定ですが、すでに予約で埋まるほどの人気だということです。